ヒトラーの南極探検。1938年、アドルフ・ヒトラーは南極を獲得せよというスローガンを掲げ、南極に異星人が持つ超科学技術や超古代文明の知識を求めて探検隊を送りました。その探検隊を率いたのはアルフレート・リッチャーです。船員24名と探検家3名の5人で南極へ向かいました。彼らが見つけたものとは一体何だったのでしょうか。こんにちは、藤吉田です。今回はヒトラーのその驚くべき発見について動画にしてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。多大な成果を上げたナチスの南極遠征隊。ナチスと南極と聞いてあまりつながらない方も多いと思います。実際ナチスドイツと南極には密接な関係があったことが事実です。ナチスによる南極探検は1938年にアドルフ・ヒトラーが南極を獲得せよというスローガンを掲げたことにより始まりました。その目的は外宇宙からの異星人が持つ超科学技術と超古代文明の知識を手に入れることだと噂されています。ヒトラーは信頼する探検家であるアルフレート・リッチャーに南極遠征を命じました。リッチャーは探検隊員3名と船員24名からなる5人の遠征隊を編成し、カタパルト船で南極に向かいました。1938年12月7日にドイツのハンブルクを出発した船は、翌1939年1月18日に南極クイーンモーランド沖に到着し、3週間にわたって2機の水蒸気が飛び立ち、南極大陸の60平方キロメートルのエリアを航空写真で撮影しました。また調査対象となったクイーンモーランド西部にはハーケンクロイツカたちの金属片が大量に散布され、20キロメートルごとにナチスの旗が投下されました。そして水蒸気から撮影した写真をもとに南極地図が作成されました。また遠征隊の調査によって当時としては驚くべき事実が明らかになったのです。ナチスの南極探検は1938年にアドルフ・ヒトラーの命令で開始されました。その目的は宇宙からの異星人の科学技術や超古代文明の英知を手に入れることだったと噂されています。南極探検隊は総勢5名で構成され、船で南極を目指しました。3週間にわたって2機の水蒸気が南極大陸の60平方キロのエリアを飛び回り、航空写真を撮影しました。また調査対象となったクイーンモーランド西部にはハーケンクロイツカたちの金属片が大量に散布され、20キロメートルごとにナチスの旗が投下されました。水蒸気から撮影された写真をもとに南極地図が作られ、ノルウェー遠征隊が作成した南極地図が間違いだったことが明らかにされました。南極には内陸部に雪の降らない地帯があり、火山活動のために凍ることのない温水湖もいくつかありました。リッチャー遠征隊は大きな成果を上げましたが、その後もヒトラーは毎年のように遠征隊を送り込み、南極大陸と周辺の島々に関する調査を続けました。南極であれば各国の目も届かないため、秘密施設を設置するには絶好だったため、ヒトラーは南極をドイツ領土とみなし、ノイ・シュワーベンランドと名付けました。そして実効的に支配するために軍事拠点の建設を起としたのです。
異星人が作った伝説の都市。ヒトラーは伝説のレインボーシティと呼ばれる空洞世界への入り口が南極に存在すると信じていました。この都市は異星人の子孫である博覧が建設したとされており、彼らは約250万年前に地球に飛来し、多くの天変地異から逃れるために地底に隠生したと言われています。ドイツ人はこの超人たちの直系の子孫であると主張されていました。ヒトラーはこの超人たちが持つブリルの力という英知を手に入れ、世界を征服し永遠の生命を手に入れる野望を抱いていました。彼は南極が博覧の拠点であると信じており、南極大陸には未知の大陸が存在していると考えていました。ヘファリン文書と呼ばれる1930年代に書かれたレポートによると、レインボーシティは全7つの都市で構成されており、赤、青、緑など虹の7色にちなんで名付けられていました。各都市は6層からなり、グラスファイバーのような半透明の物質で建設され、太陽光を巧みに取り入れた照明が使用されていたとされています。この都市には異星人の古代の英知が保存されていたというのです。またナチスが作成した地球内部の世界の地図には、地図の下に見える島嶼のいくつかにハーケンクロイツが描かれており、これがナチスの領土であるとする説があります。もし本当にそうだとすれば、ナチスは博覧との接触し本当に新ドイツ帝国第4帝国を築いた可能性があるということになります。アメリカ海軍と内部世界の UFO との戦い。アメリカ海軍と地球内部世界との戦いが実際にあったという噂があります。この戦いは第二次世界大戦後に起きたもので、アメリカ海軍が南極に軍需基地を建設しようとした際、内部世界から飛来した円盤型 UFO に攻撃され撤退することになったとされているのです。この攻撃では遠征駆逐艦マードック号が被害を受け、デッキ上の戦闘機の半数と船員と将校88人が亡くなったとされています。またこの戦いでは未知のビームによって戦闘機2機が撃墜され、墜落するまでの間には瞬きする時間もなかったと言われています。さらに2016年1月には南極で別の UFO 目撃事件が起きています。ノイマイヤー地区付近のアトカ湾でノルウェーの観測隊員が前方の山並みの上空を低く飛ぶ円盤型 UFO を目撃したとされています。この UFO はアダムスキー形円盤と呼ばれ、上部がドーム状態で、中央付近には白いライトのようなものが光っていたとされています。数秒後 UFO は山の背後に消えてしまいました。これらの円盤型 UFO は空洞世界の住人である博覧の科学力をナチスが利用して開発したものであるのかという疑問が持たれています。ある元ナチス親衛隊大佐がある人物に語ったところによれば、彼の祖国は地球上で最も進歩しており、別の存在からの援助を受けているといいます。彼は第四帝国にとって過去は何の意味もなく、彼らが生み出すものは全て驚異的だと主張していました。それには別の世界まで飛ぶことができる飛行装置や地球の中心まで侵入可能な飛行潜水艦、巨大な都市の建設、独特な防衛システム、そして地中の太陽が含まれていました。この別の存在とは、過去に太陽に沈んだアトランティスやレムリアなどの超古代文明の生き残りか、異星人の子孫である博覧なのかは不明です。南極には衛星写真でも明確な開口部が認められないことがありますが、これはヤンセン親子が空洞世界から南極側に出てきたという話や、バード少将が北極から入り
地下世界を目撃したという話、そしてディープフリーズ作戦航空機で南極から内部世界に侵入したという話と矛盾します。しかし南極大陸は探査によっていくつかの陸地の集まりであることが判明しており、海溝部が存在するならば海の部分にある可能性があります。これが厚い氷に閉ざされているために衛星からは見えないということも考えられます。また第二次世界大戦後、ナチスドイツが南極にボートで侵入したという話がありますが、氷の下に海溝部である通路が存在し、それが空洞内部の世界であるレインボーシティに通じていた可能性もあるのです。いかがでしたでしょうか。このような出来事が実際に起こったのかどうかは未だにはっきりとは分かっていません。しかしこの噂が広まったことにより、南極には多くの人々が興味を持っているのは事実なのです。今後も南極にまつわる謎や不思議な出来事が語られることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。